やっちゃうよ、だけどね、すごい、今日もやっていくんですけど、今日ね、ということで、まあね、このね、お強めのね、デッキをね、紹介しますということで、これ画面に映ってるんですけど、まあ、お前がいつも使ってるようなデッキじゃねえかってコメントは、まあ、間に合ってます。間に合ってるんですけど、まあね、今日紹介していくのは、今ね、TV とか、で、めっちゃ使われてて、この、ありふれた、もう、溢れ返ってるんですね、このデッキで。あ、そんな意味や。まあ、で、マジで、このデッキ、なんか、こういう系統のデッキが、毎回流行るんですよ、一瞬。なんでね、それをね、まあね、流行りが、過ぎるうちに紹介しておこうかなと思って。でね、今、ロカ1位の、まあ、4位、お前4位やねえかって、まあ、やめてくれよ。まあ、ロカ1のね、0に期も、今このデッキで上げてて、まあだからまあ強いってことですね。そうですね。ってことで、まあ0に期もね、うまいんですけど、まあ、まあ、ね、結局デッキもね、強いんですね。ってことで、まあ、その結果もちゃんとね、グローバルの人がいっぱい愛用してるデッキということでね、まあ実績もあるんで、そんな感じのデッキとなっております。ということで、早速行ってみましょう。ですね、まあね、今日ね、ずっとトラゲしてて、やばいんですよ、マジで。もう、一生トラゲしててね。それで、今、結局、俺とてんちゃんでずっと競ってて、どっちが先に6600いくかみたいな。で、俺が6588とかまで行ったんですけど、負けちゃったっすね。もうめっちゃ吸われるんですよ、マジで。あれだと下しか当たんなくて、勝ってトロプラス10何、多くて25とかですね。で、負けて、まあ40代はもう当たり前ですね。35ぐらいならまあ別にいいかみたいな。もうそういう次元に入ってくるんですよね。はい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 。よいしょ。よいしょ。まあマスクをちょっと受けつつ、よいしょ。まあこれは5打たれたら嫌なんで。なるほどね。そういうことか。まあ。これはちょっとロリババでちょっかい出していき、まあ俺もやることがないんでね。で、これで2発入れて、で、ゴースト出すじゃないですか。で、これで歩く間に、おや。マジアチを出していき、どうせザップが来るんでね。よいしょ。はい。もうね、このね、もう、急な端前バルキリーバルーンをノーダメージを抑えるってね、もうさてはプロか俺って感じなんですけど、でバルキリー来たんでゴゴスでロイフグ出しちゃいます。大体は何もできないですね。ここは贅沢にいらねえ、これいらねえか、いやいる、全然いる。ポイズも打っていって相手をね、マスクを弱らしていくと。で、相手はここでやることがないんですよね。バルキリーバルーン切ってスキャミ切って、でマスクか、またボムタワー立てるぐらいですね。暇なんですよ相手今。暇なんでね、ちょっと遊んでやろうかなって感じですね。あ、はいはい。よいしょ。まあこれホグ一発で押されるんで見ててください。ドン。そういうことっす。で、相手バルキリー切ったんで学ばねえなーっつって、はい、ボムタワー来るんで出していって、コウモリ連盟していきます。よいしょ。はい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 、知ってる、その動き。2周目ロイフグいっちゃうんで、よいしょー。でもう一回これでボムタワーが回るかな。はい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 、同じ動き。これで相手エリクサーないんでブッパでいいっすね。ブッパタイム。よいしょよいしょよいしょ。はい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 、よいしょ。まあこんな感じでボコボコのボコタイムですね。はい、もう相手のね、攻める隙を与えないこの俺。ふーん、まあこんな感じですね。やばい。ちょっとタイム。オッケー、オッケー、たい。ノバオッケー、たい。まあこんな感じで、とりあえずね、
そしたらコウモリセパかゴーストなんですけど、俺はコウモリセパした後相手が何もしてこなかったらロイフグセパしたいんですよ。でネクストにロイフグが見えないんで、ここはゴーストで、ここで見えたんで相手が何もしてこなかったら、ああそういう感じね、スーパーそういう感じにね、とりあえずここで俺マジ打ち狙っていきます。ティディン、相手の反応が早かったら何か出していきますね。オッケーオッケー、まあいい、まあまあじゃん、まあまあじゃね、まだまだだねって感じなんですけど、よいしょ、あいつにシャシャられてもめんどくさいんで、これちゃんとロリババで、とりあえず落ち着きっすね。ここは墓石切ったんでどうすっかな、攻めても相手今トルネアもあるしベビドラもなんかもうそこら辺のアイスビーズとか守りのカードしかないんですよ。とりあえずゴースト出していって、あ出た、もう番人ですね、あいつは森の番人ですね、どっかで聞いたなこれ。まあ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 進化素材とかじゃないから、とりあえずコウモリ相手ザップないんでね、これベビドラ出すしかないと思うんで、出してきたらまあこれで、はい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 、とこれでタゲ取っていってハンター、よいしょよいしょ、これで相手は攻めないけどダメージだけ負うっていう、このいいスタイル。あーズル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 、どうもって感じですね。よいしょ、あこれダメだ、起動されるな、はい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 、 OKOK、 起動されない、墓石によるから起動されない。ベビドラ切ったんでこっちでトルネを使わせていきたいですね。よいしょ、これ範囲食らうんでちゃんと、はいはいトルネ使いますねと、知ってる知ってるその動き、よいしょ倒していく、やっぱ優秀っすね。よいしょ、まあ、こっちポイズン打たれてもいいんで、あのタワー食らってない方なんでね、これちゃんと囲んでいって、よいしょよいしょ、そろそろ来るかな、いやー様子の伺い合いっすね、これは無視。よいしょ、あのボーリー野郎倒したいですね、普通に。そろそろちょっとめんどくさいんで、いやこれ普通にいっちゃっていい、ドンドおいおい、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと危ういなこれ、ちょっと危ういな、ちょっとまずいかなーって人、やばい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 、ちょっとやばいかなー。でボーラーってさどうやって通すん、通すん、どうしようかな俺、ちょっと待ってくれよ、反則だろそんなの。よいしょ、スーパー引き殺していって、やばいやばいやばい、終わったくね普通に、あー終わったー、無理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 やろー無理やろーい、おーい無理やろーい、守っとるやんけ、受ける、ちょっと待って守っとるやんけ、ちょっと待って、ならロイフグとか投げた方がよかったな、まだこっちいけるな、これでおろう、無理無理でーす、いやーこれガンメタやばいな、まあたまにこういうガンメタに合うんですけど、まあ行きましょう、これこれ以外待って聞いてほしい、
これ以外の出来だったら勝てます正直。あーめっちゃズルズル。なるほどね、ゆういちさんね、いた。俺の前の職の先輩にもいたわ、ゆういちさん。ゆういちさんね、めっちゃ飯とか連れてってくれたんですよね。10個ぐらい年上だったんですけど、10個じゃねえか、15個ぐらいか。ゆういちさんっつって、ゆういちさんっつってな。どうすっかなこれ。ゆういちさん優しかったな、めっちゃ。どうしよっかなこれ。ゆういちさん、よいしょ。ゆういちさん処理していき、入るね。これとりあえずいっちゃうか。ファイボを使った、ファイボ使ったっけ、使ってない気がするけど、これポイズンいいんかな、打っちゃっていい気がするけど。ゆういちさん、どうすっかなこれ。待てよ待てよ待てよ、出来がわからん。てか何を切ったかもう覚えてない。なんならこれ今から覚えていこう。全然エリアが取られてない。これハンターですね。チュネ。ハンターからチュネ。はい。あれか。テンペレラバルか。普通に。ないや。どうしようかな。あー、ずるずる。甘えるな。ちょっと待って、これ。ラバル来たら終わる。ラバル来じゃない、バルーン来たら終わる。そりゃあめえよ坊主。はい、ゆういちさん、たてすけ来い。切らんな。そう、あのね、ラバってね、リクユニット温存されるのがねバカほど鬱陶しいんですよ。なんでどうしようかなーって感じっすね。あ、オッケーオッケー、ファイボ切った。フェイボ切ったんで、こっちに対応させて、ここにハンター出して、もうあのここら辺で来る前に溶かしちゃいますね。ゆういちさん、よいしょ。これ墓石来るんで、はい、おいしょおいしょおいしょ、はい、ゆういちさん、よいしょ。俺ここ狙っていくから、2発、1発、2発。はい、こんな感じですね。よし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 。ってことで、まあこの出来がね強いってちょっとね証明できたかなって感じなんですけど、結構いった気がする。そんないってねえな。何戦やった？ OK。 ってことで、まあね、そうですね。まあ、こんな感じですかね。うん、ざっと。いや、懐かしいな、ゆういちさん、マジで。どうしようかな。どうしようかなってなんもねえけど。まあ、そうですね。とりあえず、あのね、今ね、めちゃくちゃ、ラバル以外でザップ入れてるのってジャイぐらいか。ラバルとジャイぐらいです。他のデッキにはほぼ、タルババかマルタが入ってるんですよ。うん、なんで、なんだろうな。やっぱり、コウモリがね、割と強い。で、なんだろう、コウモリ、ザップ入れてると逆に、あの、墓石が突破できないんで、シンプルに墓石コウモリっていう組み合わせがね、強いんですよね。なんで、墓石出して、マジアチャ出して、ハンター出して、コウモリ出したらもう絶対突破できないんで、まあ、ぜひね、そんな感じでやってみてください。ということで。はい、ということで、まあ、切れちゃった中で、ね、今ね、パソコンの不具合で途中で切れちゃって、まあ、言うてもね、あと挨拶だけなんですけど、まあまあまあ、という感じで、ね、あとはね、今日あたりに、6600行って、ローカル1位になってね。で、そんね、今、ローカル4位なんですけど、まあね、こいつらにが行く前に、先にね、俺が6600バーンって行って、そのね、ローカル1位を収めて、グロ1桁とかね、まあ、10台だぐらいでね、行けると思う。6600行ったら多分1桁ぐらいです、今。なんで、おい、あ、あれだと思うので、まあ、ぜひ、ね、その動画も楽しみにしていてください。ということでね、まあそんな感じかな。そう、
あとはまあ、毎週ね、ドズさんとかとね、コラボしたり、コラボ動画とかも撮ってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、今日はこの辺でお疲れ様でした。